下にからし酢味噌がついてますんで、あえてお召し上がりください。で真ん中がクジラのベーコンですね。手前の、からしマヨネーズでお召し上がり。右にあるのがクジラの、松浦漬けと言います。クジラの顔の軟骨を、酒粕で漬けたものになります。クジラの背中側の柔らかい部分のお肉を使用しています。右の白お肉は本革ですね。皮下脂肪の部分のお肉でございます。左のお肉、こちらがさえずりです。下の部分のお肉でございます。最後奥のお肉ですね。こちらがカノコです。喉の奥の部分のお肉でございます。薬味がすだちと生姜と、黒いジュレ状のものがあると思います。こちらの爆大と、爆大は醤油の中に入れていただいて、お肉食べるときに一緒に使っていただいたら醤油が絡みやすくなって美味しく召し上がっていただけますので、ぜひお楽しみください。私は飲めない可能性があるから。シャッてなったぐらいで揚げていただいて大丈夫です。で、赤身はもう中まで火入れすぎてしまうとちょっと硬くなってきてしまうんで、おすすめはやっぱり表面の色変わったぐらいでも揚げていただいて大丈夫です。お願いします。お国してらっしゃる。お国してらっしゃる。俺は国します。了解。これはやばい。
しちゃいそう。あ、そうなんだ。はい。こっちの学校に来る。Mm-hmm.